いやだわ。昔テレビで見た話。一人暮らしの引きこもりのおばあさんのことを放送していた。おばあさんは昔、絵が好きだったこともあって、絵手紙を書くことで友人を作ろうと考えた。引っ込み思案だったけれど、一念発起。教室に行ったり、絵手紙をいろんな人に送ったりするボランティアにも参加。だんだん笑顔も増えた。ある日、小学校からお礼の手紙が来た。おばあさんはボランティアで地元の小学生に絵手紙を送っていた。その絵手紙のお礼をしたい、という内容。嫌だわ。学校に来いって言うのよ。嫌だわ。学校に来いって。嫌よ、ねえ、こんなおばあちゃんなのに、ねえ。おばあさんははしゃいだ様子でカメラに向かって、嫌だわ、と笑顔で繰り返す。そして約束の日、学校に行くおばあさん。廊下を歩いていて自分の絵手紙を見つける。こんな手紙をもらいました。ありがとう、というコーナーが作ってあって、生徒がもらった手紙が貼ってある。そこでおばあさんはニコニコしながら。嫌よねえ、こんなの廊下に貼るなんて。下手なのに嫌だわ。本当にねえ。校長室に入って、多分1年生くらいの小さな生徒数人からお礼の言葉を述べられて、おばあさんは。もう、嫌だわ。もう、本当にねえ、あんな手紙くらいで、嫌だわ。そして場面は切り替わったのだけど、笑顔でおばあさんにお礼を言った子供たちから笑顔が消えているのがちらりと映った。女の子は泣きそうな顔にも見えた。おばあさんは嬉しくてたまらなくて照れ隠しでついついそんな言葉を繰り返したのだろうけど、嫌だわ、ではなくて、ありがとう、と言えばいいのに、と見ててずっと思った。相手が大人なら、嫌だわ、は謙遜、照れ隠しなんだな、と受け取るだろうけど、相手が子供なら、嫌だわ、は言葉通り、嫌、としか受け取れないのでは、と思った。おばあさんの笑顔が無邪気だっただけに、なんだか後味悪い。金曜日に亡くなる。ある国の病院で、同じ病室の患者が何人も続けて亡くなったそうです。前日までは容態も悪くなかったはずの患者が、金曜日になるとぱったりと息を引き取るパターンが続き、気味悪く思った病院では調査を開始しました。その結果、毎週金曜に床を磨きに来る業者の女性が、患者の生命維持装置の電源コンセントを抜いて、床磨きの器具の電源を取っていたことが判明。器具の音がうるさかったために、患者が苦しむ声もその女性には聞こえなかったそうです。床磨きが終わるとその女性はコンセントを元に戻していたために、真相の解明が遅れたということです。ジレンマ。ある男が超能力を手に入れた。それは彼の一動作によって願い事が叶う、というものだった。例えばポケットから手を出すと、その手には宝石が握られているだろう。指を鳴らすと絶世の美女が部屋のドアを開け現れる、というように。願うだけでは叶わないので、これは衝動的な願望を制御することができた。そして彼はその能力を持って、知力、品性、財力、何でも手に入れた。しかし彼は植物的な願いに飽き、理想を求めるようになった。その知力を持って歴史を学んだ結果、彼は人間のあまりの愚かさに絶望した。彼は願った。私が目を開けたら、人間たちの愚かさが、なくなっているだろう。それ以来、彼は、盲人となってしまった。白いまんま。私がトラウマになった日本昔話。小作人の夫婦が地主の家に米俵を納めに行きました。その年は凶作でした。強欲な地主は、貧しい夫婦が米を猫ばばしてないかチェックしようと、傍らで無邪気に遊ぶ夫婦の幼い一人娘に聞きました。お前、今日何食った？娘は笑顔で、白いまんま食った。地主驚愕。食ってんじゃねえか、ああ？夫婦は娘に、人に何食ったか聞かれたら白いまんまって言え、と教えていたのです。年老いて授かった一人娘を夫婦はことのほか可愛がっていました。小作人の中でもひときわ貧しく、誰よりも白米を食べることができなかったので、娘に恥をかかしては不憫との親心だったのです。夫婦がいくら否定しようと地主は信じません。
子供が嘘言うわけねえ。この泥棒が、恩をあだで返しやがって。狂ったようにエンドレスな罵倒を繰り返す地主。黙って耐えていた夫婦だったが、突然父親が顔を上げたかと思うと、娘をひっつかんで、傍らの釜で、その小さな腹をかっさばいたのでした。娘の腹から出てきたのは、今日食べた冷えやわ。白いご飯ではありませんでした。これで、信じてもらえましたか？旦那様。水の迷路。もう何年も前に見た、火曜サスペンス劇場の話。あれは伊藤四郎主演で、伊藤四郎が？って最初は思ったけど、題名は水色の迷宮、とかだった。いつになくシンプルな題名に何か期待。場面は暗い取調室に座る、作業着姿の伊藤四郎で始まった。いつになく静かな始まりでますます期待。四郎の妻と子が車ごと崖から転落死した。別の場所で彼の母親が川で水死体で発見された。足の不自由な母親は、水辺まで引きずられたような形跡が。容疑は殺人。事件の真相を四郎が自供する独白形式で話は進む。四郎は仕事一筋じゃないけど、人が良くていかにも騙されやすい男。案の定騙されて、莫大な借金を抱えることとなる。働いても働いてもかさむ借金。家も売ったか取られたかしたと思う。それで狭くて汚いアパートに移る一家。それでも、一生働いても到底返しきれない。家族会議で出た結論は、一家心中だった。しかしその時点で、皆は吹っ切れたように明るくなった。とにかく頑張ろうよってな感じでね。家族の気持ちが一つになった。そんな気が四郎にはした。それから四郎は今までと違って、一生懸命働くようになった。家に帰れば、労をねぎらう家族たち。笑い声まで起こる一家団らん。四郎はむしろ今の方が幸福にさえ思っていた。でも、ある日仕事を終えて、家に帰ってきた四郎。家には母親しかいない。あれ、みんなは？何言ってるんだい。今日だろ？何のことだ？もう行っちゃったよ。あたしも早く連れて行っておくれよ。結婚日は今日だった。四郎はその時思い知った。みんな、その日までせめて明るく生きようとしてただけだった。自分一人がいつの間にか、このままなんとか逆境を乗り越えられるような気にスライドしてしまっていただけなんだと。呆然自失の四郎は、母親に促されるままに川辺までおんぶしていく。でも、それでも母親を川へ放り込むなんて、四郎にはできなかった。わかった。あたしが自分で行くよ。母親は自ら四郎の背中から降り、四つん這いで足を引きずりながら、ずる、ずる、と進んでいく。そんな母親の姿を四郎は見ていられなかった。だが、止めることもできなかった。そして残った自分は、最後まで死ぬことができなかった。自分が背負った借金で、家族は巻き添えになっただけなのに、当の本人が現状を把握できなかった男の一人語り。誰も救われない。誰も幸せにならない。そんなお話でした。舞台は火曜サスペンスらしからぬ、回想以外ほぼ取調室からです。終始うつろな四郎の目が、有無を言わせぬ重苦しい色作だった。地獄編。メジャーだけど、芥川の地獄編は気質？あるところに偏屈なお抱え石がいた。性格に難はあったが腕は確かで、多くの素晴らしい絵を描いていた。ある日絵師は、殿様に、最高の絵を描いてくれ、と命じられた。殿様は絵師の上から物を見るようなプライドの高いところが気に食わなかった。わざと芸術家の魂を揺さぶらせるような言い回しで、最高の絵を、と挑発気味に頼んだ。完璧主義でもある絵師は、素晴らしい絵を求めるあまり、暴走し始める。ある時は弟子を縛って体に蛇を這わせ、恐怖におののく様を描いたりした。しかし、どれも納得のいく作品には仕上がらなかった。何かが足りない。そこで、絵師は悩んだ挙句、自分の娘を描くことに決めた。絵師にとって、娘は唯一心を許せる存在だった。周りの者が、
普段は鬼のような男なのに、娘の前では仏になる、と噂するくらいだった。娘は当然周囲の評判も良く、性格も優しかった。しばらく経ったある日、突然、絵を描いてご覧に入れるので、その場で見ていてください、と、絵師が殿様に申し立てる。殿様は快諾し、果たしてどのようなものを描くのか、興味津々で絵師を見守る。そこに現れたのは牛車。牛車がちょうどいい場所に止まったところで、絵師はそれに火をかけるよう命じた。火はあっという間に回っていく。突然、中から驚くような悲鳴が聞こえた。絵師の娘の声だった。燃え盛り崩れる牛車の間から、慌てふためき、苦痛に歪む絵師の娘の姿が見えた。皆が唖然とする中、娘が焼け死ぬ様を絵師は涙を流しながら、鬼の形相で描いた。完成した絵は、この世のものとは思えないほど美しかった。完成品を殿様に献上した絵師は、自分の屋敷で一人首を吊って自殺。絵師の娘が死ぬ様の一部始終を見ていた殿様は発狂した。この話、実話で似たようなことした画家がいるよ。伊藤聖雄っていう攻めが、SM の絵を描いた人なんだけど。江戸時代の大僧、月岡、義俊っていう浮世絵画家が描いた絵で、妊婦を逆さづりにした絵があるんだけど、聖雄はそれを見て、実際を見て描いた絵か気になったんだ。そして臨月の奥さんを逆さづりにして、写真を撮って絵にしたんだよ。その後死産。奥さんは発狂、入院。凄まじいのは、その後モデルがいなくなったので、奥さんの妹を縛ってセメガのモデルにしたんだよ。ちなみに、お葉という女性を竹久夢二と取り合って負けたことがある人。で、結局実際に見て描いたとなったのかが気になる。その絵って多分ヤマンバの絵でしょ？ちゃんと絵は描きました。式も残されています。実際に釣ってみると、腹が垂れ下がり、義俊の絵のように突き出したままにはならない。よってあれはモデルなしで描かれた絵なのだ。とのことでした。ちなみに臨月なので流産はしません。出産はしました。ただ、生まれたお子様は絶命していたと。手書きの地図。飲み会で騒いでから帰ろうとしたら、ギリギリのところで終電を逃してしまいました。その時一緒にいた原田さんに、すいませんが今晩泊めてもらえませんか、と頼んだところ、原田さんは心よく了承。悪いと思いながらも、その晩は原田さんのお宅に泊めてもらいました。朝になって電車も動き出したんで帰ろうとすると、原田さんは親切に駅までの地図を書いてくれました。いやあありがたいってことでお礼を言って、その地図を頼りに歩いていたところ。地図の表面にうっすらと、何やら引っかき傷みたいなものが浮かんでいるのに気づきました。それも紙一面にびっしりと。なんだろう？と考えて、ああ、この地図が書かれた紙のもう一枚上の紙に書いたことが、そのまま下の紙に筆跡となって残っちゃったんだな、とすぐに思い当たりました。駅で電車を待っているとき、何気なく地図に残った筆跡の文字を読んでみると、紙一面にびっしりの、死ね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 、の文字。押し入れの掃除。10年くらい前の話、友人の引っ越しの手伝いに行きました。部屋の中の荷物を、レンタルしたトラックに積んでました。押し入れの中のものを運び出してた時のこと。押し入れは2段になっていて、友人はそこに布団や暖房器具なんか入れてました。中のものを出して、私は体を突っ込んで雑巾掛けしてました。下の段を拭いていて、ふと上を見たんです。そしたら、そこに写真が貼り付けてありました。女性のスナップ写真だったんだけどね。それもかなり古い。その写真の顔の部分が、針で刺したような細かい跡だらけだったんですよね。顔だけが、原型とどめてないくらい、ゾッとして、友人呼んだんです。そいつは2年そこに住んでたんだけど、全然気がつかなかったとのこと。境の板の裏側に貼ってあったんで、私みたいに体入れて上向かないと気がつかない場所でしたから。というか、あの写真はかなり長い間貼られたままだったと思う。気味が悪くてね。なんか、どす黒いものを感じたし。友人と二人、そそくさと部屋を出て、何も言わず鍵を不動産屋に返却しちゃいました。
あの写真、まだ貼られたままかもな。クジャクの飾り。うろ覚えですが、小学生の頃に読んだ童話です。ある貧しい町に女の子がいた。女の子は自分のことより人のことを真っ先に考えるような子で、自分の弟だけじゃなくて、町の子供たちみんなに優しかった。珍しくお小遣いをもらったことがあったんだけど、その時もお菓子を買って、子供たちと分け合った。みんなが先を争ってお菓子を食べたので、女の子はほんのかけらほどしか食べられなかったんだけど、それでも女の子はニコニコと笑っていた。ある年のクリスマスの後に女の子は、お金持ちそうな女の人がガラスでできたクリスマスツリーを持っているのを見た。木も飾りも全部ガラスでできているんだけど、その飾りの中でも女の子が特に気に入ったのはクジャクの飾りだった。女の子が羨ましそうにガラスのツリーを見ていると、女の人がそれに気づいて、捨てるところだったから、と、そのツリーを女の子にくれる。女の子が喜んでいると、子供たちが集まってきて、ツリーを羨ましがった。すると女の子は子供たちに、飾りを分けてあげるよ、という。女の子がクジャクを気に入っていることに、年上の子供たちは気づいていた。けれど他の子供が欲しがれば、女の子はクジャクを譲ってしまうだろうと思って、小さい子たちがクジャクを欲しがらないように、他の飾りを褒めたりする。その甲斐あって、最後にツリーにはクジャクの飾りだけが残った。女の子は嬉しそうにニコニコ笑う。その晩、女の子は弟が泣く声で目が覚める。どうしたのか聞くと、弟がもらった飾りを抱いて眠っていたら、落として壊してしまったという。女の子は少しだけ躊躇して、でも結局笑って自分のクジャクをあげてしまう。すぐに弟は泣き止んで、クジャクを抱いて眠りについたのだけれど、しばらく後に女の子は、暗闇の中でガラスのクジャクが壊れる音を聞いたのだった。ここで終わりです。最後に初めてちょっとだけためらう女の子が切ない上に、クジャクが壊れるのが後味悪くて。大好きだった祖父。5年ぐらい前に、同居していた祖父が亡くなった。死ぬ直前にはすっかりボケちゃってたが、小さい頃はよく遊んでもらったので、俺は大好きだった。葬式を終えた後、家族で遺品を整理していると、押し入れから段ボールいっぱいに詰まった祖父の日記が出てきた。かなり若い頃からつけていたらしく、本当に膨大な量だった。何気なくそのうちの一冊を読んでみると、以下のようなことが書いてあった。日付は10年ぐらい前。俺がまだ小学生だった頃の日記である。今日も孫の友達が一斉に家に遊びに来た。うるさくて仕方ない。銃があればまとめて撃ち殺してやるというのに。孫がやかましい。どうしてこうも落ち着きがないのか。だから同居なんて嫌だったんだ。孫が腕を捻挫して痛い痛いとうるさい。そんなに痛いなら切り落としてしまえばいい。俺は黙って日記帳を段ボールに放り込んだ。数学。天才的に数学のよくできる中学生がいた。学校の教師は彼に非常に目をかけていて、ゆくゆくは大学に進ませて立派な数学者に育ててやりたいと考えていた。ところが、この子の家は非常に貧乏で、良い学校へ子供を進めてやれるような余裕はなかった。教師は八方手を尽くして、なんとか進学させてやろうとしたが力及ばず、その子は家のために働くことになってしまった。ただ、彼は数学を諦めたわけではなく、仕事の合間にコツコツと独学を続けていたようだ。それから30年経った。今は老人になった教師の家に、ある日、その教え子が訪ねてきた。かつての少年も今は40男になっていたが、彼は目を輝かせて、一冊のノートを差し出した。自分は、大発見、をしたので見てもらいたい、というのである。教師が見ると、そのノートにはびっしりと数学の記号が書いてあり、それは連立方程式の解き方の論理だった。彼は働きながらその合間に独学で交渉を深め、自分で方程式の理論を築き上げたのだった。教師は、それは今では普通の高校生が授業で習っているもので、今更何の価値もない、とは言えず、深くため息をついて、世界の無誤さを嘆いた。
ごまちゃん。北海道の流氷の間に挟まれて動けなくなった、ゴマフアザラシの赤ちゃんがいた。その親アザラシは、赤ちゃんを目の前に何もすることができない。寂しい声で泣くだけ。地元の漁師の間で、かわいそうだ、助けてやるか。でも危険だから近づけない、という話をしていたら、いつの間にか親アザラシはいなくなった。それなら赤ちゃんの方も死んだんだろう、と噂をしていたら、その話が某国際的な動物愛護団体に伝わる。その動物愛護団体は、危険を顧みず氷河の中へ入っていき、親アザラシと赤ちゃんアザラシを発見する。そして救助。しかし、親アザラシは衰弱が激しく、涙を流し、赤ちゃんを見ながら息を引き取る。赤ちゃんアザラシの方も衰弱が激しかったものの、点滴や投薬、ありとあらゆる手を施され、なんとか一命を取り留める。赤ちゃんアザラシは元気になったが、急に自然に返すことはできない。自ら餌を取るように訓練し、体力をつけて自然に返してあげなければと。動物愛護団体は一年の歳月をかけ、赤ちゃんアザラシを育てる。この時点で、赤ちゃんアザラシは、ゴマちゃん、と呼ばれ、お母さん代わりのスタッフ、ユキエさんに大切に育てられる。ユキエさんはかなり美しい方で、ゴマちゃんの育児日記などを執筆していた。自然がどれだけ素晴らしく大切か。切々とした思いが日記に書かれていた。ゴマちゃんも健康になり、別れは辛いがユキエさんと別れる日がやってきた。地元の第一発見者の漁師、またその仲間、役場の人々、そしてその人たちの家族たち、近所の幼稚園児、隣接する自治体の小学生、中学生たちがゴマちゃんの旅立ちを見守ることになった。新聞社やテレビ局も取材にやってきた。とにかくすごい人手で、ユキエさんも嬉しいやら悲しいやら、涙ぐみながらゴマちゃんを撫でる。ゴマちゃんとユキエさん、そして大勢のスタッフや見物人を乗せ、出港するフェリー。沖合にある氷河に近づく。ゴマちゃんとユキエさんとスタッフは氷河に乗り移る。ゴマちゃんを足元に置いて、愛おしく撫でるユキエさん。別れを惜しむようにユキエさんがゴマちゃんを見つめていると、沖合で魚が跳ねた。その音に反応したのか、ゴマちゃんは海に向かって腹ばいで歩き出す。そして海へ。ああ、帰っていくんだね、と見つめていると、ゴマちゃんが名残惜しそうに振り返ったような気がした。瞬間、ゴマちゃんは海中から現れたシャチに、一口で食べられてしまった。いついつに自然に返されるという予定の報道があったきり、二度とゴマちゃんについて報道されることはなかった。海底洞窟探検のダイバー。男性ダイバー二人と女性ダイバー一人で、海底洞窟を探検していた。途中で男性ダイバーの一人が異変に気づいた。女性ダイバーの姿が見えない。緊急事態だったが、二人で探すのは時間がかかるし、酸素が十分にあるというわけでもないので危険だ。そのため、一度引き返してから大至急捜索のチームを送ることにした。行方不明となった女性ダイバーはというと、洞窟上部に空気を溜めてそこに頭を出して避難していた。ライトや電子機器類は壊れ、自力で脱出することは不可能だった。そこは闇と静けさに包まれた世界。不安と恐怖で精神がおかしくなってしまいそうな状態だった。しかし数時間後、下の方から光が照らされた。捜索のダイバーが到着し、彼女は救出された。そして彼女は普段通りの生活を始める。しかし、変わったことが一つある。この頃はちょうど真夏で、みんなは暑い暑いと言っているのに、彼女は暑さを感じることがなくなっていた。それどころか、むしろ寒いくらいだった。日に日にそれはエスカレートし、真夏なのにストーブをガンガンにして部屋で過ごすようになった。しかしそれでも体は温まらず、寒さで震えるほどになっていた。それに加えて、また新たな症状が現れ始める。彼女は無性に息苦しさを感じるようになっていた。彼女は、これはきっと何かの病気だ。明日病院へ行こう。と思い、ベッドに入るが、その日はあまりにも息苦しく、呼吸困難とも言える状態で、何度深呼吸しても息苦しさから逃れることはできなかった。
そして意識が遠のくような感覚とともに、目の前が真っ暗になった。そして恐ろしい現実を知る。そこは闇と静けさに包まれた世界。酸素残量ゼロのボンベを背負った女性が一人。女子工員。長女である妹が製紙工場へ勤めることになった。この村の女は大抵女工になる。こんな田舎村で農作業をするよりも、よっぽど金になるからだ。連れられていく妹を見送りながら、横目で米俵を見る。妹と引き換えに得た米。父も母も兄弟たちも、妹よりも米俵に気が入っているようだった。かくいう自分もそうだった。今日は米の飯が食えるぞ、とそればかり。もちろん別れは寂しいし、妹にばかり大変な思いをさせて、と申し訳なく思う気持ちもあった。が、その後ろめたさも米俵の前では薄れてしまう。貧しかった。ひもじかった。悲しかった。数ヶ月後、工場の近くの川で肝がえぐり取られている男の死体が発見された。そのまたに3ヶ月後、女の死体が見つかった。死体には肝がなかった。労働条件が悪く、労働環境の不衛生な製紙工場で、ある病が流行った。当時恐れられていた結核だ。その結核の民間療法として怪しげなものまで信じられていた。肝、人間の肝が結核に効く、食べると結核が治る、というのだ。どう考えても異常なのだが、藁をもすがる思いが常識感覚を麻痺させていたのかもしれない。兄は肝を結核になった妹に差し入れとして、食べさせていたのだ。結局というか当然のことだが、結核は治るはずもなく、妹は工場内の隔離小屋で病死。兄は、逮捕され、妹が死んだと告げられて数日後に自殺した。近所に火葬場ができた。先日久々に帰省したら、近所に火葬場ができた、と母が憂鬱そうに言う。どこかには必要な施設だし、騒音があるわけではなし、と、母の愚痴に慰めを言ったつもりでしたが、憂鬱の意味が少し違ったようだ。住人の反対運動が起こることを予想したのだろう。役場から地域調査に来ました、という男が各家庭を訪れ、ある書類にサインさせたという。のんびりした穏やかな田舎の人たちは、わざわざご苦労さんです、と簡単にサインした。稲子の大量発生はないか、井戸水のでは良いか、と会話しながらサインを求められたという。ところが説明会で、その書類が火葬場設置の同意書だったことが分かり、大騒ぎになった。役場が雇った調査業者は逃げ、葬祭業者は、サインはある、と渋り、町民は撤回運動を起こした。建設予定地の隣に住む、普段控えめでおとなしい小池のおばちゃんが、涙ながらに役場と葬祭者に訴えて、近隣のみんなも胸を打たれたらしい。ど田舎で土地は余っているとはいえ、十分な面積を確保できたわけではなく、小池さん家の家庭菜園の隣にボイラー室が並び、面積をできるだけ確保するため、塀も作らず建設するというのだ。こんなに民家のそばに建てるんですか？まるで火葬場の敷地内に小池家があるようです、と、小池のおばちゃんは泣いたが、結局示談金を押し付けられ、火葬場の着工が始まった。が、小池のおばちゃんは突然、子宮癌が見つかり、急逝した。その火葬場の第一号のお客は、小池さんだった、と、母が憂鬱そうに言う。私も返事のしようがなかった。小池さん家では軽度の脳性麻痺のお子さんがいて、近所で協力して学校まで送迎し、普通の公立中学に通っていたが、お母さんが亡くなったのでそれも難しくなった。去年お父さんと引っ越していき、今は空き家になっていて、火葬場の弔問客や業者が、小池さん家の庭を駐車場代わりにしているという。スリップ事故。十数年前、隣に住んでいたおじさんの話です。おじさんはいつも通りに通勤のため駅に向かっていた。その日は路上に氷が張るほど寒い日で、おじさんは氷に足を取られて、思いっきり後ろにひっくり返った。あまりの痛さにしばらく倒れ込んでいると、近くで、ガシャーン、という大きな衝突音が聞こえて、おじさんはびっくりして起き上がった。見ると、
自動車がスリップ事故を起こして、自販機に突っ込んでいた。おじさんはその自販機で毎日コーヒーとタバコを買うのが日課で、もし転んでいなかったら、その自動車に確実に轢かれていた。幸いにして自動車の運転手は無傷だったらしい。転んだ拍子に腰と背中を強く打って仕事にならないと思ったおじさんは、会社に電話を入れると、その日は金曜日だったので、週末は家でゆっくり休むように言われて、そのまま帰宅して寝ていた。翌日にはすっかり元気になったおじさんは、もともとおしゃべり好きというのもあって、自分の家にも来て、その事故の様子を面白おかしく話して帰っていった。そしてその翌日、おじさんは急に倒れて、そのまま息を引き取った。転んだ時に頭を強く打っていて、脳内出血していたらしい。葬儀に行くと、おばさんはまだおじさんが死んでしまったことが信じられない様子だった。そして、おばさんが言っていた言葉が妙に耳に残っている。もしあの時、そのまま車に轢かれて病院に運ばれていれば、助かっていたかもしれないのにね。メス猫を飼っていた。小学生の時、メス猫を飼っていた。その時そいつは妊娠していて、いつ子が生まれてもおかしくなかったが、俺の布団の中に入ってきて一緒に寝ていた。朝、目が覚めると、体の下に何とも言えない違和感がある。見てみると、俺の体に潰されて、生まれたての子猫が3匹死んでいた。俺は慌てて母親に知らせた。子猫は庭に埋葬することになり、俺は泣きながらその子たちを埋めた。親猫はその間中ずっと俺を見ていた。一声も鳴かずに。子猫事件から少し経ったある夜、寝苦しさに目を覚ますと、胸の上に飼い猫が座り、俺の顔をじっと見つめていた。薄暗い寝室で瞳が光って見える。ちょっと不気味だったが、布団から跳ね飛ばすのはかわいそうだ。優しく抱き上げようと、少し顔を起こしたら、バリッと顔面を引っかかれた。左の眼球を引っかかれたため、慌てて親を起こして病院に行った。白目が少し傷ついただけだったが、もうちょっとずれたり深かったりしたら失明していただろう、と言われた。父親が数キロ離れた河原に捨ててきたが、すぐに戻ってきた。両親は追い払おうとしたが、俺が頼んで、今までのように飼うことにした。後ろめたくて、邪険に扱うことなんてできなかった。結局、その猫に不妊処置をして飼い続けた。俺は以前にも増して可愛がり、そして高校2年のある日、帰ったら俺の布団の上で死んでいた。それから動物は飼っていない。ドラクエで凹んだ。小学校の時、先生に知能に障害がある子のうちに遊びに行かされた。彼は脇目も振らずにドラクエ3をやっていて、正直、こいつでもドラクエとかわかるんだなぁ、と思った。30分ほど彼のプレイを見ていて、とても悲しいことに気がついた。彼がそのゲームでやっているのは、アリア班の周りでスライムとカラスを倒す。ただそれだけだった。パーティーにただ一人の勇者のレベルは50を超えていた。彼は延々、素手でスライムを殺し続けた。とても楽しそうだった。先に進めてやろうと思い、一コンに手を伸ばしたら、すごい剣幕で怒鳴られた。なんて怒鳴られたか聞き取れなかったけれど、とにかく怒鳴られた。それを見て彼の母親が、ごめんなさいね、〇〇ちゃんはファミコン大好きなのよ、と僕に謝った。彼はドラクエ以外のソフトは持っていなかった。僕はそれ以来、ゲームをやらなくなった。以前のようにゲームにのめり込めなくなってしまったのだ。コントローラーを握ると、やるせなくなった。友達の家に行っても、みんながやるのを見ているだけだった。その間、僕はゲームに興じる友達の背中だけを見るように努めた。本当に虚しかった。そのうちに、僕はファミコンを憎むようにさえなった。今までの人生の中で、あんなに何かを憎んだことはない。それは、真夜中に僕を目覚めさせた。ゲームなんかこの世からなくなってくれ、と本当に願った。僕はソフトを彼に全部あげて、本体は捨ててしまおうと思ったが、兄に怒られそれすらできなかった。一人暮らしをしている今でもゲームは嫌いだし、もちろん家にも置いていない。時々、
彼と、永遠に世界を救えなかったであろう彼の勇者のことを思い出すと、とても悲しくなる。焼きそば。夫の子供の頃の話。ある日、新聞に織り込まれた広告を見ると、近所にできた電気屋さんの開店セールのチラシが入っていた。そのチラシには、開店記念、ホットプレートで作った焼きそばを無料配布、の文字が。焼きそばが大好きだった彼は、ただで焼きそばが食べられるのかと、ワクワクしながら弟と電気屋の前まで行ったが、電気屋の近くまで来た時に目にした光景は、閑散とした客が誰一人としていない店頭で、一生懸命呼び込みをしながら、焼きそばを小さなホットプレートで焼き続ける電気店の夫婦。子供の目にもあまりにも寂しい雰囲気だったので、焼きそばください、と店の前まで行く勇気が湧かず。弟と一緒に遠巻きに電気屋を見て、そのままそそくさと帰宅したそうです。それから月日は経ち、電気屋はなくなってしまったそうです。資金繰り。僕の家は自営で町工場をやっています。父が創業者で、2年前に長男の僕が後を継ぐということで入りました。それは去年の春先のこと。毎晩毎晩父と母が資金繰りのことで喧嘩をしていました。吹けば飛ぶような町工場ですから、今まで潰れずに続いていたのが不思議なくらいです。僕はここ数ヶ月、頭痛と下痢に悩まされていました。それは会社の経営が行き詰まっているため、精神的なものだと思っていました。ある日、飲み会があり、家に帰るのが夜中になってしまいました。腹ごしらえも済ませてしまったので、その時残っていた僕の分の夕飯を飼っている犬に与えたところ、食べようとしません。子犬が食べようと近づくと、親犬が食べさせようとしません。おかしいなと思いましたが、酔っ払っていたのでそのまま寝てしまいました。3月末の決算が近づき、書類に目を通していると、前年度の5月から会社が僕にかけている生命保険の掛け金が、べらぼうに高くなっていることを発見しました。その時そのまま確かめずに、決算書に素直に記載しました。それまで親と同居だったのですが、8月からアパート住まいを始めました。そしたら、頭痛と下痢が嘘のように治ってしまいました。気分も爽やかになり、頑張って営業も精力的に回り、年の暮れあたりから IT 関連の部品加工が伸びてきました。おかげさまで借金も減り、明るい展望が見えてきたのです。今、今年9月の仮決算の書類の最終結果を眺めていますが、保険掛け金は以前の額に戻っています。あの頃、両親は僕を殺そうとしていたのでしょうか。忌み子だった。俺は忌み子だった。俺は母と部落の人との間にできた私生児で、母が若くして亡くなり、母の妹夫婦に引き取られた。ということを昨日知った。もっと早くに教えてくれよ。ガキの頃、自分では家族に嫌われる理由がわからなかったので、散々バカなことをしてしまったよ。小学校に上がって、兄が母に母の日のカーネーションを送るのを見た。母は大層喜んでいた。それを見て、そうか、贈り物が必要なんだ、と悟った自分。図工の時間に、お父さん、というお題で絵を描いた。思いのほかうまく描けて、裏に作文を書いて校内放送で発表したりした。父の日にそれを岐阜の枕元に置いた。次の日反応を伺ったが話題にも上らず、どうなっているんだろう、と部屋を覗いたら、絵は捨てられていた。間違って捨てちゃったのかな、夜は暗いし、なんて思いながら絵を枕元に戻し、学校に行った。学校から帰ってきてまた確認してみると、絵は破かれて捨てられていた。半泣きになって絵を拾った。その晩、部屋への出入り禁止が言い渡された。次の年の母の日、図工の時間にカーネーションを作った。俺は前年の母の、兄への笑顔を思い出して、それだけでとろけそうになり、一目散に家へ帰った。花を差し出すと、義母は、そうまでして機嫌取りたいの？しかもそれ偽物でしょうが、と言った。想像もしなかった反応に、どうすればいいのかわからず、ごめんなさい、と謝って逃げた。逃げた先の神社で俺は泣いたよ。人の心を物で釣ろうとした自分の浅ましさ、それを見透かされた恥ずかしさで、
その後せめて本物をと思って山に行ったけど、カーネーションなんてどこにもなくて、近所のスーパーで万引きしようとして、そこのおばちゃんに見つかって学校に通報されたというオチ。高校は特待生で奨学金取って寮に入った。もう家には帰らないつもりでいたのだけど、じいちゃんが亡くなったので帰った。そしたら、お前がいるとみんなが嫌な思いをする、じいちゃんが成仏できない、とのことで、参列できなかった。けどそのままだとあんまりだと思ったので、初七日過ぎてから線香上げに行った。その夜、義母から電話があり、出てみると、お金がなくなった、あんた取って行ったでしょ、とのこと。そんなの知らないと言ってみたものの、あんたは昔から手癖悪いからねー、と言われ、ガチャン。あまりに切なすぎて死にたくなったよ。本当に。集金中に失踪。大昔に見たドラマ。うろ覚えですがこんなあらすじでした。裕福ではなくとも幸せに暮らしている家族がいた。ところが、ある日突然父親が失踪してしまう。失踪した時、父親は集金か何かで会社のものである大金を所持しており、金を猫ばばして逃げたのだ、ということになって、警察や周囲は犯罪者扱い。母親や息子たちは父のことを信じて身を案じるのだが、近所の主婦や学校の友達から泥棒呼ばわりされて辛い思いをする。月日が経ち、捜索も諦めた頃、やっと父親が見つかった。集金途中で強盗に襲われ、殺されてマンホールの中に遺体を隠されていたのだった。父の無実が認められたのはいいが、悲惨すぎだった。警察に父親の腐乱死体を見せられて、長男がヘナヘナと崩れ落ちるところで終わったが、もうちょっと救いを残しておけよ、と思った。そのドラマのモデルになった事件。確か新金勤めで、その外回り中に集金と共に行方不明になったから、家族は損害賠償金を分割で払わされていたそうだよ。遺体が出て疑いが晴れた日まで。村の古事記。日本残酷物語、という、民族学系統の本に載っていた実話。明治以降も、古事記に対する対策は放置されていた。しかし、彼らが辛くも生き延びられたのは、昔の村々では本日ほど古事記を忌み嫌わず、村の聖員として恵み物を絶やさなかったからである。ある村で、女古事記がしきりにいじめられるのに義憤を感じた若者がこれをかばい止めると、女古事記はそれを喜ばなかった。いじめたりからかったりするのは、憎んでのことではなく、愛してのことだと。そうされることにより、怒ったり泣いたりのリアクションを取るのも一つの演出で、人々はそれにより彼女を意識し、食べ物を与えた。ところが女古事記いじめが病んでしまうと、村人は彼女を意識しなくなり、食べ物も恵まなくなったのである。この話を読んだ時は、やりきれなかったな。いい夢。自分が小学生の頃、父の単身赴任中、母が病気で入院したことがあって、叔父の家に1ヶ月ほど預けられた。その家には、おじちゃん、という人がよくやってきた。おじちゃん、は近所で一人暮らしをしている、60代ぐらいの老人で、酒や惣菜を数品持参して、おじと一緒に晩酌をしていた。その日、おじちゃん、は酔いつぶれて寝てしまった。自分が起こそうとすると、ものすごく嬉しそうな顔をして寝ている。起こすのをためらっていると、おじちゃんはパッと目を開いた。そして自分の顔を見ると、おう、僕か。と深いため息をついた。おじちゃんなぁ、今、すごくいい夢見てたよ。おじちゃんが生きてた中で、一番幸せな時間だったなぁ。と、まだ酔いが覚めていない赤い顔をほころばせながら言った。どんな夢か聞いてみると、僕には言ってもわからないだろうなぁ。もうちょっと大きくなったら教えてやるよ。と言った顔は、本当に幸せそうだった。そして千鳥足で家に帰って行った。その数日後、おじが、おじちゃんの家を訪ねると、一人で冷たくなっていた。葬儀には近所の人以外、親戚などは誰も来なかったらしい。おじちゃんは60数年の人生よりも、十数分のうたた寝で見た夢の方が幸せだったのかと思うと切ない。知らない番号。日曜日の晩、携帯が鳴った。
知らない番号らしいので無視していた。しかしあまりに何度も鳴り続けるので、誰かが携帯変えたかな、と思い、出ることにした。女の声で、え、あんた誰？こっちのセリフです。鳴ったから出ただけですが、どなたですか？と聞くと、〇〇くんじゃないの？というので、あ、この人、男にデタラメな番号を教えられたんだな、と思って、違いますよ。全然違います。正しい番号と入れ替えておいてください。その人とは何も関係ないですよ。身内にもそんな人いませんから、と切った。でも、またなる。着信拒否しようかと思ったけど、しつこくかけられるのも嫌だから。だからその人とは関係ないって、と言って、切ろうとしたら。じゃあ私のお金は？と叫ばれた。知りません。それ以上知りたくなかったので、すぐ切って着去。こんなことってあるんだねー。間違い電話や悪徳勧誘電話のネタは腐るほどあるんだけど。こんな後味の悪いのは初めてだ。胃が重くなったよ。人参。人参。ジュール・ルナールの中編小説。実母がヒステリーで、他の兄弟だけ猫可愛がりして、主人公の人参だけを虐待する話。ちなみに、人参の由来は赤毛とそばかすのため。最後まで母は反省したり、罰が当たることもない。父や親戚も、母が怖いので表立って人参をかばわない。裏ではフォローもしてくれるのだが、焼け石に水、ドキュン一人勝ちみたいな内容ですわ。実は戦争が終わった直後、人参実母が相手国の兵士にレイプされて、身ごもったのが人参だった。だから家族の中で髪の色が一人違う。だから生まれてきた人参には罪はないけれども、実母や兄弟が冷たく当たるのにも理由があるんだよ、って話だった。なんでこんなのが児童書なの？これで何を学べというのか？もしも子供がいたらこんなの読ませたくないな。あれは後味悪いな。作者の実体験が反映されてるだけに。作中に、人参の本名は一度も出てこない。誰も彼の名前を呼ばないからだ。母親と兵士にいじめられるが、人参は気にしないふりして生きている。人参だからいじめられる。いじめられても仕方ない。と脳内変換して精神状態を保っている。人参は、友達と思ってる同級生をいじめ抜いて退学に追い込む。でも、人参にいじめた意識はない。ただ自分が家族から受けた行動を、自分が愛してる人間から受けた行動を、大好きな友達にとった。それだけだ。友達が学校から去っていく日、人参は大笑いする。泣き方を知らないから、いつも家族にいじめられた時と同じようにゲラゲラ笑う。笑いながら窓ガラスを素手で叩き割る。人参の、唯一の心の拠り所が父親。父親だけは人参をいじめない。だから愛情を知らない人参も、父親だけは別の感情を抱いてる。でも最後の最後で、父親にも見捨てられるんだな。結局人参は人参なんだ。最初から最後まで鬱で、救いがない。確か原作者のルナールが母親と不和で、家庭でうまくいってなかった。父親は猟銃で口を撃ち抜いて自殺、母親は井戸に投身自殺。メンヘラ家庭なんだよな。新聞の死亡欄。全国的にそうなのか知らないけど、昔住んでいたところで購読していた某新聞は、亡くなった人を毎日掲載してた。名前、葬儀の日にち、場所、喪主をね。今では、掲載希望の人の身を乗せています、と注釈がついているけど、市役所の死亡届にこの情報を開示してもいいかどうかチェックする欄ができたそうだね。15年くらい前かな、亡くなった人は全て掲載されていたんだ。自殺とか独居老人の孤独死とかニュースとして報道されるよね。匿名だけど場所と年齢は掲載されるよね。でも、その死亡欄にはしっかり全部の情報が載る。だから、ちょっと注意して読めば匿名報道された人の本名が分かってしまったんだ。好奇心で自殺とかがあるとその死亡欄をチェックしていたんだけど、ある時飛び降り自殺して報道された人がいて、死亡欄を見てみたら、高校の同級生で、幸せいっぱいで結婚したばかりの友人だった。〇〇市〇〇のマンションで飛び降り、って小さい記事だったんだけど、
そこは新築されたマンションで、よく広告が入ってきてた。おかげさまで全室完売、と広告が入ってきたマンションだったんだよ。友人は結婚してそのマンションに入居した。幸せいっぱいだったし、自殺の理由がない。旦那さんは憔悴して、そのマンションを出たよ。で、その後も好奇心に駆られて自殺の度に死亡欄を見たりしてたんだけど、自殺した人の住所がその友人の住んでいるマンションの住所ってことが、1年で数回続いたんだ。5人ほどだったかな？偶然にしては多いよね。あ、まただって感じで、なんだか不気味だったよ。今は引っ越して、そのマンションがまだあるのかどうか知らない。僕のパパ、10年くらい前にテレビで見たアメリカの話。多分テレビ特捜部だったと思う。両親が離婚し、母親と暮らしている男の子が、離れて暮らしている父親に誘拐されてしまう。父親は息子と心中しようと思って誘拐してみたものの、なかなか決心がつかず、息子を車に乗せて数日間連れ回す。ある夜、ついに決心した父親は、まずホテルの部屋ですやすやと眠る息子のベッドに灯油を撒き、火をつける。しかし燃え上がるベッドを見たヘタレ親父はおじけづいてしまい、なんと息子を置き去りにして、その場から逃げ出してしまった。息子は一命を取り留めたが、全身が焼けただれてしまった。間もなく逮捕された服役中の父親は、インタビューを受けて、あの子にひどいことをしてしまった。出所したら謝りに行きたい、と泣きながら語っていた。息子は現在、母親とその再婚相手と幸せに暮らしているが、醜く焼けただれてしまった外見は何回かの手術でも完全に治すことはできなかった。彼を憎んではいない。けど、もう彼は僕に会ってはいけないと思う。彼はもう僕のパパじゃないから。表情のない、出せない、顔で淡々と語る男の子に涙が止まらなかった。冒頭で火傷する前の写真も出ていたんだけど、とても可愛らしい男の子だった。母親と、再婚相手がすごくいい人そうだったのが唯一の救い。一番いいところ。小学校の頃の図書館の壁新聞に書かれていたヨーロッパあたりの民は、ある田舎に、真面目だが貧乏な青年が住んでいた。いくら働いても暮らしは良くならない。そんな青年のところに醜い老婆の顔をした妖精が現れ、これからずっと、この家の門をくぐった者の一番いいところを私にくれるというならば、お前を金持ちにしてやろう、と話を持ちかけた。青年はそれを承諾。青年はパンでも肉でも何でも、家の門をくぐった者の一番いいところを妖精に分け与えた。それから青年の生活はどんどん豊かになっていき、結婚の話が持ち上がり、美人の花嫁をもらうことになった。花嫁を家に連れてきたその晩、妖精が青年に、約束だ、この家の門をくぐった者、花嫁の一番いいところ、顔をもらう、と言った。青年は、そんなことはできない、勘弁してくれ、と頼むが、妖精は約束だ、と言って譲らない。仕方ない、時間をやろう。明日の朝、花嫁の顔を取りに来る、と言い残し、消えた。仕方なく青年は花嫁に妖精のことを打ち明けると、花嫁は驚き、泣き崩れた。そして翌朝、妖精が顔をそぐためのナイフを持って花嫁のところに現れた。しかし、妖精は花嫁を見た途端、ひぃ、こんな醜い顔いるもんか、と叫んで、どこかへ消えてしまった。花嫁は一晩中泣き続けていたため、顔を醜く、真っ赤に晴らしてしまっていたのだ。それから妖精は二度と現れることもなく、青年と花嫁は幸せに暮らしましたとさ。多機能型臨機応変留守番電話。昔読んだ雑誌に載ってた話。時は近未来。科学が発達して人々の暮らしはますます快適に、豊かになった。家庭に必ずある電話も変わった。留守番電話だが、多機能型臨機応変留守番電話が主流になった。これは、電話が独自の判断で留守番メッセージを臨機応変に対応する素晴らしいものである。ある家庭で電話が鳴った。誰も電話を取らない。電話は独自の判断で会話に応じる。〇〇さんのお宅ですか？〇〇障子ですが、
ご主人がお休みのようで。主人宛ての電話だ。ここは妻の声で対応する。連絡が遅れまして申し訳ありません。主人は急に熱を出してしまいました。午後、また電話が鳴る。もしもし、奥様はいらっしゃいますか？妻宛ての電話だ。電話は考えて、娘の声で出ることにした。すいません、お母さん今買い物に行ってるんです。夕方になり、娘のボーイフレンドからも電話がかかってきた。マルさん、今日の5時に約束してまだ来ないので心配で。ボーイフレンドか、ここは父親の声の方がいいだろう。田舎の祖母が急に亡くなりまして、母親と一緒に急遽帰省しましたが。その後もこの家の電話はなかなか途絶えることはなかった。電話はいささか疲れてしまった。いつになったらここの家人は帰ってくるのだろう。昨夜この家に強盗が押し入り、一家を全員惨殺していった地獄絵図があった。電話に出る留守番電話の声を信じて、誰もそのことに気づかない。今日もまた、行方を探す電話が鳴る。都会の緊急病棟。医学生の友達が緊急病棟の研修をした時の話。都会の緊急病棟に、交通事故の他に、よく運ばれてくるのが自殺失敗者。その日も3人目の飛び降り失敗者が運ばれてきた。自殺志願者には珍しく、着飾った感じの若い女の子だった。着飾ったというか、ビジュアル系バンドの追っかけみたいな格好。黒いレザーのジャケットに赤いチェックのミニスカート、真っ白なブーツ。髪は茶髪でツインテールとか言うんだろうか。そんな感じ。顔は変な形になって運ばれてきたが。研修の医学生がすることは二つあって、まずは医師の治療を見ること。あと、看護師さんの雑用の手伝い。そして、緊急病棟で大事な雑用が、身元確認のための荷物検査らしい。で、さっきの着飾った女の子の手荷物も検査する。治療をしている部屋とは別の部屋で、看護師さんと一緒にその女の子のバッグを開けた。中にはごちゃごちゃした肌色の部品みたいのが入っていた。なんだろう、とバッグをひっくり返して全部出す。よく見ると、口紅などの化粧品に混ざって、バラバラにされた人形の足が入っていた。リカちゃん人形みたいな人形で、腕、足、胴体、頭、とバラバラにされている。しかも、裸ではなく、服を着たままだった。バラバラにされている人形の着ている服、黒いレザーのジャケットに赤いチェックのミニスカート、真っ白なブーツ、だった。挙動不審な男。父上の部屋へシャーペンの芯を失敬しに行ったとき本を見つけた。演説に使える小話集、だって。なんじゃこりゃ。その本に収録されていた話にこんな一編があった。アメリカ南部の街、一人の警官が辺りを巡回していた。一通り見回ってそろそろ帰ろうとしたとき、前を歩いてくる男に気がついた。ひっきりなしに首を動かし、くぐもった声でブツブツ何かつぶやいている。明らかに挙動不審である。薬をやってる変質者でなければいいのだが、念のため職務質問をしてみようと思い、警官は男に声をかける。男が止まったのを確認し、近寄ろうとしたその時だ。男がニヤニヤした笑いを浮かべ、上着の裏ポケットに手を突っ込んだではないか。やられる。警官はとっさに拳銃を抜くと、何のためらいもなく男に向けて発砲した。銃弾を胸に受けた男はどさっとその場に倒れ、やがて動かなくなった。危ないところだった。警官は胸を撫で下ろし、ポケットの中の凶器を調べることにした。しかし、予想に反して出てきたのは、ピストルではなかったのである。それはボロボロになった、古いメモ帳だったのだ。警官はいぶかしげにそれを手に取り、最初のページをめくった。この子は生まれつき重い病気で口が聞けないのです。もしも困っていたら助けてあげてください。メッセージの下には、男の家であろう住所と電話番号が書いてあった。震える手で次のページをめくる。僕の代わりに電話をかけてください。どうもありがとう。そんなメッセージが、1ページごとに書き綴られていたのである。それは重度の障害を持つ息子を不憫に思う彼のお母さんが、心を込めて書いたものであった。
演説にどう使えっちゅうんじゃ。私の教育。何年か前に新聞の投稿欄に載ってた文章。衝撃的で脳裏に焼き付いたまま。60歳、男。私の息子たちは年頃なのに結婚の気配すらない。兄は空手、弟はボクシングにかまけている。妻と別れ、男で一つで育ててきた私の教育が間違っていたのだろうか。そんなことを考えても始まらぬ。トレーニングに励んで気晴らししよう。奥さんが出て行った理由も推察される、汗臭い投稿だった。